クレホンドから南を撮影。奥が、温度大橋。手前が、第二温度大橋。第三温度大橋から望む、温度大橋と、第二温度大橋。温度大橋は、広島県呉市の本土と倉橋とを結ぶ、道路橋。なお、昭和年代に架けられた、温度大橋と、平成年代に架けられた、第二温度大橋の二つのアーチ橋があり、ここでは、双方ともに記載する。 詳細は、温度の瀬戸を参照狭いところで、幅約90メートルの温度の瀬戸と呼ばれる、この海峡は、平安時代に日ソ貿易の航路として、1167年、平野清盛が沈む夕日を扇で招いてた日で、開作したとの伝承、まねき伝説が残る、古くからの交通の要所である、船の往来も激しく、 現在でも1日あたりの船舶通行量が約700隻と最小加工幅60メートルの航路に1000トン級の大型船舶も通る瀬戸内銀座あるいは瀬戸内海の難所と呼ばれる海峡である。江戸時代からこの海峡を渡る手段として温度渡船と呼ばれる片道運行距離120メートルの日本で最も短い有料渡し船の便が存在する。明治以降、 呉市は大日本帝国海軍呉陣塾の拠点として、栄現在は周囲の島々に海上自衛隊呉地方隊の施設が点在する。また呉は呉海軍交渉からの流れを汲む重工業地域でもある。対岸の倉橋島の経済活動は本州側の呉市に依存しており、島民は市内へ通勤、通学するために渡し橋を繰り返し、その都線は ピーク時で1日250往復していた記録が残る。一方で1932年には、島と鍋山橋を結ぶ機船が沈没、死者、行方不明者29人を出す、海難事故も発生した。事故の原因は、定員23人の小型船に6倍近くの137人が乗ったことによるものであった。こうした状況の中、1961年、 瀬戸内海における初めての離島化境事例として、温度大橋が架けられ、その後50年が経過したことにより、交通量増大とそれに伴う慢性的な交通渋滞に対応するために、警護や温度バイパスが整備され、2013年、第二温度大橋が架けられた。二橋間の距離は約350メートル。この橋は、本土と呉市周辺の瀬戸内海の島々を結ぶ橋の、 出発点にあたり、野見島とはこの橋と、早瀬大橋で、広島県最南端の友人島である鹿島とは、この橋と堀切橋、鹿島大橋で結ばれている。周辺は観光地として整備されている。温度大橋の本土側には、約8300本のツツジが植栽され、開花時期にあたるゴールデンウィークには、見物客で賑わう。第二温度大橋の島側は、 招き広場が整備されている一方で、温度には、整備されていなかった歩道が、第2温度では整備されたため、温度都線の利用者が減少する、可能性があるとして、地元から、都線支援の声が上がっている。1961年12月3日開通、総工事費3億6200万円、1961年前検証道路部門受賞、工事は、 日本道路公団によるものであり、開通時は道路公団が管理する有料道路であった建設費の償還残りを広島県が補填し、1974年8月1日から無料化され、現在は県が管理している。なお、開通当時は、警護屋側道路の頂上部に料金所が設置され、1974年、 無料化直前当時の通行料金は普通自動車120円、バス200円、自転車10円、歩行者5円だった。当時としては画期的な橋であったが、後交通量を対応できず渋滞に悩まされることになり、さらに歩道が整備されていない問題点もあった。これが第二温度大橋下橋理由の一つとなった。1988年、右が慶語や左が 温度調。右側系小屋のループ船長上付近の高地に昔は料金所が設けられていた。温度の瀬戸は大型船舶も通る海峡である。そのため大きな桁下制限が設定され、航路を確保する都合上、海峡中央に橋脚を建設することができず、さらに問題となったのが、倉橋島側は用地が少ないことであった。そこで考えられたのが、 倉橋島側を螺旋状の高架橋とすることだった。この高架橋は当時前例のない規模で日本でも初試行で世界的なレベルでも珍しかったことから大阪市この花区の埋め立て地に実物大の走路モデルを作り最下実験や運転性を確かめている。反対側の警護区足は地形を生かし橋一つを含む変速二重ループ線とした。主計官の橋梁形式は 最終案として、公共と PC 橋の2案に絞られたが、こうつつけが高かったため、設計不入札を行い総合的に評価した結果、ランガー橋に決定した。完成当時としては、日本最長のランガー橋であった。なお当時は、フローティングクレーンでの一括仮設は、技術的に無理だった時代であったことから、この橋は、ケーブルエレクション工法により仮設している。塗装の主席は、共に、 平野清盛と関係深い津久島神社の大鳥居の色に合わせている。敬語奥側の南方向から撮影。2013年3月27日開通。総工事費、約80億円。愛称は、ひまねき大橋。一般国道487号敬語や、温度バイパス整備に伴い加強された。2012年度僕が書いた中賞作品部門受賞。 同年前検証道路部門受賞。完成年度現在で、広島空港大橋、新木津川大橋、大三島橋に次いで、全国4番目の長さのアーチ橋になる。日没から午後10時まで、LED 照明でライトアップされている。橋梁形式選定にあたり、経済性だけでなく温度大橋との景観性も、加味した結果、ニール線道税構造のアーチ橋に決定した。塗装の主席も、 温度大橋と同色である。耐震設計に際し、当初は1905年芸与地震を強振動の評価に用いていたが、その設計の最中である2001年芸与地震が起こり、データを検証した結果、妥当性が立証されることになった。佳境工事は上記の通り、往来ラインの激しい航路であったことに加え、この地は住宅地が密集しているため、 後期短縮及び最新の注意が払われた。また、仮設工法は、工事受け置業者側から発注者である件にされた提案により、工法を変更され、中央警官となる桁を現場近くの工場で作り、そこからフローティングクレーンで現場まで運ばれ、日本初試行例となる弁当を用いない、空中ジョイント一括仮設工法で結ばれた。 この時吊り下げた桁は3500トンもあり、国内最大級の FC 線が導入され、早朝から運び出された桁は午前11時までには、すべての作業が完了した。この一括仮設工事は現場での見学があったほか、インターネット中継で放送されている。2013年12月27日開通。正式名称は、坪井広場横断歩道橋、通称、第三温度大橋。 橋長14メートル、福院2メートル、下を通る警語や温度バイパスから約5メートルの高さに位置する。広島県は第二温度を橋の温度町側を観光目的のコミュニティ広場県通行止めの際の展開場として整備し、その坪井コミュニティ広場をつなぐ歩道橋を設置することになった。当地にもともとあった理道の代わりでもある。広場を含めた掃除業費、 1> 約1億800万円。工事は県によるもので、呉市からの提案の結果、第三温度大橋として、イメージ化し、螺旋状の階段を用いたりするなど初代、温度大橋を似せて作られた。そのため、一見、アーチ橋に見えるが、アーチ部保護材にあたる部分は、構造的には、荷重が作用していない処い、装飾であり、橋の分類としては桁橋にあたる。 温度大橋第二温度大橋その他蒸気の橋3つの書言をまとめる数字単位はメートルこの記事は以下のカテゴリでも参照できます第二温度大橋に関するカテゴリありがとうございます